今日はね、これですね。ポーチのピース。この原稿は、僕が書いてね、ほら、僕の名前入ってるわね。これ実用化がなんでこんな本を書いたかっていうとですね、ジェイコブのね、大人のやり方って番組やってて、で、別の企画で、子供向けのお金にまつわる教育みたいなのをやろうみたいなことになって、僕の方で企画しましょうなんつって、僕自身がね、あ、そうだと。ね、これから先、やっぱり子供たちをフィナンシャルリテラシーをね、植え付けないとダメだなということで、このフイハールっていうのは、実は多摩美術大学出てて、絵は上手いからさ、で、一冊にまとめたんですよ。で、これ今売ってるんだけど、1300円、プラス税なんだけど、これの反響結構多くて、ぜひ皆さん、興味を持っていただいて、よかったらぜひ買っていただければいいんじゃないかなと思います。それではまた。